マスキー。皆さんお疲れ、サントリーハイボーズの H です。さあ今回はですね、最近ハマっているウイスキー6選ということでやっていきたいと思います。まあもちろんね、ハイボーズなのでハイボールで楽しんでいるんですけれども、特にそうですね、飲みやすいウイスキー、親しみやすいウイスキーが私好きで、甘かったりとかすっきりとか爽やかなハイボールをいつも楽しんでおりますので、もしその辺に興味がある方は最後までご覧いただきたいと思います。そしてぜひ美味しいウイスキーライフ一緒に楽しんでいきましょう。ぜひともね、ハイボールチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、いきますよ。レッツハマってるウイスキー6選。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まず1本目こちらになります。ドドン、白角ですね。こちら再販されて非常に沸きましたけども、なんかその時よりも最近の方がぐっとハマってましてね、上飲酒になっちゃってます。もうどんどん減っちゃって困ってますけども、飲みながらレビューしていきたいと思います。さあできました。飲みながらね、白角の話していきたいと思います。ちょっとフロートなんかもしちゃいましょうか。はい、さあそれでは皆様、本日もよろしくお願いします。白角で乾杯ボーズ。うま本当に美味しいねこれ。いやー、あのね、白角はね、バニラのようなこの甘さがね、口に広がってくるのと、非常に口当たりがライトなんですよね。こう重たいねウイスキー、それもそれは美味しいんですけど、こうすっきりとね飲めるこの口当たりのライトさが僕は大好きですね。で、甘さがあるんだけれども淡麗さもある、こうキレがいいんですよ。もうなんかこれがね、グイグイ飲めちゃって、最近こればっかり飲んでいるって言っても過言ではない、それぐらい白角ね楽しんでおります。特にね、あの、妻が大好きなので、夫婦でね、食後のお菓子を食べながら、こう、なんていうんですかね、テレビ見ながら飲んじゃう、そんなウイスキーになっております。さあ、白角ですけれども、こちらですね、Amazon で見てみると、現在 700ml が7200円ということで、お高い。なっちゃいましたね。プレネついてますけども、あの時大量に買った方、再販の時大量にゲットした方は本当に幸せだと思います。私もね、残り少ないですけども美味しく飲んでいこうと思います。白角、今ハマってるウイスキー1本目でございます。はい、では2本目いきましょう。こちらです。どーん、皆さんご存知ですよね、ブラックニッカのスペシャルになります。こちらもね、キャンプに持って行って飲んでみたらね、これがまた非常に良かったんですね。こう軽くスモーキー、ピーティーさをこう感じさせてくれながら、あの、私すごく苦手なんですよ、ピートスモークがすごく苦手なんだけれども、そんな僕でも楽しめるコスパ最強ウイスキーかなと思います。非常にいいですね。で、ちゃんとフルーティーさもあって、モルティーさも味わえるっていうところでね、非常にキャンプに最適な一本ということで、いつもいつもキャンプの時に持って行っております。なので2回行っただけでね、もう半分ぐらい減っちゃってますけどね、非常に美味しいウイスキーです。はい、ブラックニッカスペシャルですが、こちら9417円となっておりますが、これ6本単位ですのでね、1本は1570円ということで、ネットで買うとちょっと割高かな。あの、その辺のですね、お酒屋さん、スーパーとかで買った方がもう少し安く買えるとは思います。僕一回ね、988円とかね、その辺の価格帯見たこともあるぐらい、コスパ最強なので、ぜひお買い求めください。あー、白角うまかった。さあ、白角、ブラックニッカときました。次はこちらです。リッチなウイスキー持ってまいりました。こちらイチローズモルトのダブルディステラリーズ DD でございます。こちらね、
おっちゃんさんからプレゼントしていただきました。ありがとうございました。これもね、ちょっと飲みながらちょっとお話ししましょうか。よーし、これもね、本当に美味しくて飲むのがもったいない。はい、それでは一郎ズモルトダブルディステラリーズハイボールで乾杯ポーズ。香りが素晴らしい。非常にね、バランスのいいウイスキーの僕は1本にあげております。こちらあのね、蜂蜜のような甘さ、洋梨のようなこう甘さが非常に光るんですけれども、なんだけどもキレがすごくいいんですよね。そしてスパイシーさもこう舌に残ってくる、こう非常にねジャパニーズらしい繊細な味わいを楽しませてくれる1本ウイスキーになります。でね、フルーティーで飲みやすいんだけども、こうキュッとね引き締まったバランス感っていうのがもうなんかね、至高の一本っていう感じがいたします。非常に美味しい。こちら、あーうまい、うますきでございます。これもね、本当にいいウイスキーだと思います。さあ、Amazon ではどうなってるんでしょうか、見てみましょう。さあ、こちらですね、イチローズモルトダブルディステラリーズ DD ですが、700ml で18,495円ということで、残念ながら Amazon では私手が出ません。おっちゃんさん、ありがとうございます。美味しく飲ませていただきます。はい、ということでね、こちらもブレネがついていますが、どうでしょうね、探せば。私京都に行った時に、 B さんと行った時にですね、11,000円だったかな、現在の定価ぐらいだったのかな、はい、見つけることできましたけど、その時も買いませんでした。ただね、こんだけ美味しいとなると迷うそんなウイスキーになります。非常にバランスが取れたイチローズモルト DD、 こちらもおすすめの1本、そして今ハマっております。はい、では4本目やっていきましょう。こちらですね、海外ウイスキーになります。ロッホローモンドの12年、こちらインチマリンって読むんでしょうかね。はい、こちらもですね、 Z さんからいただいたんですけれども、爽やかな甘さとですね、まったりとした甘さがこう合体してるんですよね。なので最初んってなんか一見変わった味わいがしたんですけれども、飲み続けていくとなんかそのね、洋梨のようなナッツのような、うん、バニラのようなこう甘さがですね癖になる。なんだけども全体がねライトにまとめられているので、非常に口当たりよくグビグビいけちゃうウイスキーでした。こちらもですね、キャンプに1回持ってっただけなのに3分の1かな、4分の1強減ってしまいました。なのでね、これも最近飲んでいる上飲酒になっております。はい、こちらロッホローモンドインチマリン12年、 700ml46 度、4,399円となっていますが、デザインが違いますね。ちょっとうまく見つけられなくて、こちらのデザイン、値段をお店で見たことがないのでちょっとはっきり分かりませんけどもね。はい、こちらもらいもんなんですけどね、 Z さんありがとうございます。はい、こちらもおすすめの1本です。はい、4本目はロッホローモンドでした。いやいや、喋ると口が乾きます、喉がね。もういさあ、5本目いってみましょう。ハマってますよ。こちらで、こちらも海外ウイスキー、オールドプルトニーの12年ですね。なんかね、最近12年ものに割とハマってる自分がいます。やっぱ長熟ものいいなと、ノンヴィンテージ、ノンエイジもいいんですけど、長熟ものね、いいなと思って飲んでいます。こちら海を感じさせるね、塩の風味が非常に心地いいウイスキーでございます。フルーティーな甘さがある中にこうほんのりとしたね、塩の味わいがですね、非常に僕は好きで癖になっております。はい、すっきりと甘いウイスキーが飲みたいんだけども、個性も感じたいなーなんていう時にはね、このオールドプルトニー12年、ちょっと高いんですけども、まあそれに見合う味わいを楽しませてくれるウイスキーです。こちら Amazon ですと、オールドプルトニー12年はですね、4,897円、まあ5,000円ぐらいの価格帯ですね。まあちょっと高いかなっていう気もしますけども、まあどこでも買えますし、こうやってねネットでさらっと定価ぐらいでね買えますのでね、非常におすすめの1本となっております。はい、オールドプルトニー12年も今ハマっています。さあ、最後6本目やっていきましょう。今ハマってるウイスキー6本目は最後こちらでございます。ドーン、伊達
このウイスキーはね、伊達じゃないよ、うまさが。はい、伊達はですね、貴重な限定ウイスキーなんですけども、ブレンデッドのね、良さが生きていて非常に飲みやすい一本となっております。そうですね、モルトの風味を味わえますし、それでいてフルーティー、そしてバニラのような甘さもね、感じられる繊細なブレンデッドに仕上がっていると、私はね、日頃感じて楽しく美味しく飲ませてもらっております。ハイボールでね、いただくのが本当に好き。伊達いいですよね。宮城郷夜市をリッチに楽しむのもいいんだけど、この伊達をね、ハイボールでサクッと召し上がっていくのもね、本当にいいんですよ。美味しいから飲んじゃいますね。今ハマってるウイスキー6本目の伊達、非常に美味しいブレンデッドウイスキーになります。乾杯ボーズ。最初に来るね、ふわっとフルーティーな香りとね、モルティーが強いかな。すごくいいでございます。やっぱブレンデッドなのでね、非常に口当たりがソフトで柔らかくてね、美味しい、いつでもグビグビ飲める一本伊達ですね。 Amazon でどんな価格帯になってるのか見ていきましょう。はい、こちら、日華伊達宮城県限定なんでございますが、12,990円となっております。私はね、4000円から5000円ぐらいで結果買えたんですけども、それを思うと倍以上ということでね、非常に貴重なウイスキーとなってしまっております。まあね、人気が人気を呼んでいるっていうところもありますけども、まあそれがわからんでもないうまさを味わわせてくれます。さあ、伊達飲んでね、終わっていきましょう。最近ハマってるウイスキー6000ということで紹介していきました。皆様、今日もありがとうございました。乾杯坊主。ということで、今日はこの辺で失礼いたします。それでは皆さん、楽しいウイスキーライフを。さようなら。